ずっと帰ってこないからお母さん怒ってたよ。そりゃまじいな。急いで行かねえと。どうしゃー、どう、まったく、よし、うん、まったく。よし。
した。そんなもんか。いいわよ。気持ちいいや。これなら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。気持ちいいや。こいつ気持ちいいや。気持ちいいや。ほらっとしたことがやっちまったな。
行ってやってみっか。やっ、こいつは気持ちいいや。早く行けそうだな。これなら行けんじゃねえか。はっ、やっ、はっ、やっ、行ってやってみっか。はっ、やっほー、こいつは気持ちいいや。やっ、はっ、行ってやってみっか。やっ、やっほー、こいつは気持ちいいや。はっ、はっ、やっほー、こいつは気持ちいいや。これなら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。やっ、はっ、やっ、こいつは気持ちいいや。ヒヤッホー、ピッコロが修行に使ってそうな滝だな。やっ、こいつは気持ちいいや。はっ、やっ、ヒヤホー。
シクショー頑張れなあ、ママ。な。へへ。用事も終わったし、修行でもすっか。
りゃすげえいいリンゴだぞ。いいもん手に入ったな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、一丁やった。ほっよっほっ。よっ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お、鉄橋があんな。Yeah!
絶対うめえぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
いやがんな。さっさと片付けちまうか。ワンクすっぞ。よっ、ワクその程度だったか。このツヤ絶対うめえぞ、この魚。そそねえぞ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、いっちょやっか。よっ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ん？こりゃすげえ木の塊だ。木が見せてくんのがわかんな。いい調子だ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。いつでもいいぜ、かかってこい。木が見せてくんのがわかんな。こりゃ絶対うめえだ。すげえうまそうだもん、みっけ。木
木が見せてくるのがわかんな。嫌だな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。おめえも元気そうだ。まったく、1年以上もどこをほつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で。いや話すと長くなるんだけどさ。はあ、3年後に人造人間が来るから、ごはんちゃんを修行させてけれって。まあいいだろ。いい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでごはんちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、3年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ。ダメだダメだ、なんと言おうと許さねえ。じゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うんか。当たりめえだ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。さすがにそりゃねえだろ。な、頼むよ。仕方ねえだ、これが最後だべ。父ちだけんど、3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。本当にすまねえ、父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空、悟空よ、聞こえるか。ん？この声、神様か。うん、
よく聞こえっぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え、今じゃねえとダメか。ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに、わかった。今からそっち行くよ、神さん。うん、待っているぞ。ピッコロ、ごはん、悪いけど、俺は神様のとこ行かなきゃなんねんだ。おめえたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめえたち先に修行しててくれ。わ、はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかるさ。大丈夫かな。そら、行った行った。オラがそっち行くまで、ピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か。なんだろうな。こりゃすげえいいリンゴだぞ。ひゃー、うまそうなリンゴだ。こりゃすげえいいリンゴだぞ。ひゃー、うまそうなリンゴだ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。木が見せてくんのがわかんな。あっちに用事はねえはずだ。
神様の大事な話か。なんだろうな。よし、見えてきた。神様、なんか妙な感じだったな。へへ、木が見せてくるのがわかんな。よっ、神様。ミスターポポも久しぶりだ。待っていたぞ、孫悟空。で、一体何の用だ？ドラゴンボールについて話があってな。シェンロンの調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える、その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。分かったよ、神様。もっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちは、あっちか。やじろべえ、オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか？そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって？先祖だわ、先祖。神様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんの、お宮さんに頼もうと思ってよ。なら、おめえが集めに行けばいいじゃねえか。おりは忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ詳しく説明するでよ。てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。こりゃ調整水か。でもこの中身ただの水なんだよな。カリン様からこれを奪い取る修行したけんど、すんげえ苦労したんだった。やじろべえのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。
カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにゃ、おらも。こいつは。こりゃすげえ木の塊だ。はっ、やっ、どうじゃ。すげえうまそうなもん、みっけ。いいもん手に入ったな。ん？なんかいるな。おめえ、やるなら開いてんなぞ。ほう、なるほど。ヤジロベエのやつ、これが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。やっ、うほー、こりゃ絶対うめえぞ。いいもん手に入ったな。よ、ははは。
よし、これだな。取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バッカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃーわ。ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。お、頼んだ、神様。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。いねえ間、ピッコロにゃご飯の修行を任せっぱなしになっちゃって、悪いことしたな。相当厳しく規定てくれたみてえだし、ありがてえや。ご飯もすっかりピッコロに懐いてるし、あいつらいい師弟コンビだな。あいつらとの修行楽しみになってきたぞ。Thank you.
かいやがんな。さっさと片付けちゃうか。あ、お父さん。わりわり。さて、修行始めっか。よし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。はい。おめえたちの力見せてもらうぞ。はっ、チリッ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 チ。やるじゃねえか、おめえら。まだまだ行くぞ、ゴン。はい、ゴンさん。あっ、はい、わてに一年も遅れて帰ってきたわけではないようだな。そういうおめえたちこそ、なかなかやるな。うちのお父さんだ。わっ、わっ、わっ、それはどうか。だけのことはあるな。おめえたちもフリーザより強くなってもらうからな。そんな、なれるのかな。おめえ強くなったな。そうかな。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。お前がメソメソ泣いてたことか。そうか、おめえたち、オラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて。使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえなピッコロ、おかげでご飯もここまで腕上げることができた。
もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。ふん、それくらい強くなってもらわなければ困る。今度オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後みんな驚かせてやろうぜ。ご飯は、はい。そういえば他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだな。なに、ベジータなら大丈夫だ。